にゃに。死んじゃえガリ勉女って言ってやりなさい。僕の言うことが聞けないの？昔トシがいじめられてた時に助けてあげたの誰だったか忘れてないでしょうね。今こそ僕と二人であのガリ勉メガネと断固戦う時よ。ああ何寝てるのよ。首筋締められて振り回されたぐらいで気絶するなんて男のくせになんて軟弱な。そんなことじゃ親兄弟も泣いちゃうよ。まあ捕まるのはエナですから、毎日が静かになって生成しますけど。にゃに。そっちの方がかわいい。ふうかさん、トモヤとどこ行ってたの？内緒。夕焼けだよ。うん、夕焼け綺麗だね。うん、ねえトモヤ、何か言ってた？その私のこととか親のこととか。うん、言ってた。なんて？秘密。教えてくれても。そうか、リサちゃんは兄弟なんだもんね。あのね、ふうかさんはともやくんのことが好きになっちゃったかもしれない。
さって飛行機作ってくれた。あとかき氷買ってくれた。女の人のだよね。まさかおじさんが。ちょっと用心、あんたなんでそうどんくさいの。ちょっと貸しなさい。壊さないわよ。人を壊し屋みたいに言わないでよね。
何？なんでよ、ここまで来てやめられるわけないでしょ。死んだ。2面まで来てたのに。この人か。あれ？あら、お帰りなさい。小暮まどかよ、ともやくんに、みさちゃん。はじめまして。別に恐縮しないでもいいのよ。自分の家だと思ってのんびりしてて。あはは、そういえばそうね。もうあなたたちのお家なんだった。ふん、何？知らないの？
だったの？でも…全然汚れてないし、なんていうか、その生活感っていうか、そういうもの全然感じないよね。ええ、ここはね、私の隠れ家なの。仕事が忙しい時はここで寝て、お風呂入って、そのまま局に行くのよ。1年ぐらい前は忙しかったからよく使ってたけど、最近はそこまで忙しくなかったから。ここでは吸わないわ。うちでもね、吸うのは会社にいる時だけ。仕事の時に吸いたくなるけど、家に仕事は持ち込まない主義。はあ、仕事人って感じ。それにしても変わってないわ。覚えてる？智也くん、10年前に会ったことあるんだけど。ああ、覚えてないわよね。まだ小さかったし、少ししかお話ししてないし。まあいいわ、覚えていられてもね。あの頃より老けたとか思われるだけだし。作らなきゃ。ああ、心配しないで、もう作ってあるから。え？お邪魔したついでにミサちゃんのキッチンをお借りしたの、ごめんね。食器とか並べるの手伝ってくれる？遠慮なくどうぞ。
このフライはなんか不思議な味が変わったかな。ああ、柳川。よーし、あんた私が料理作るときいつもいなかったわよね。おかしいな、なんでうまくいかないんだろう。中学生の頃は遠足のカレーとか作れたのに。毒が入ってるわけじゃないんだから死にはしないわよ。彼女の部屋どこ？私が寝かせてあげるから。こんばんは。今日もやってたの？執念深いんだね。
何も進んでないように見えるけど。つまんない暇つぶし。ゲームでもやってる方がよほどいいかも。へえ、言うようになったね。前までは僕に言われなきゃ意見一つ言わなかったのに。別に。都市に会いに来たって言ったら。どうしてよ。その先川さんってのいい加減にしてくれない。僕のこと昔みたいにエナって呼べばいいでしょ。兄よ。でも何なの。親しくして何が悪いのよ。幼馴染でしょ僕たちは。